大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。おい、コーヒー持ってこいよ。さっさとしろ。すみません、私はアンダーソン警部補の命令しか聞けません。へえ、そうかい。人間に命令されたら黙って従え。いいな。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。普通はアンドロイドを嫌うのになぜ助けてくれるんですか。私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。はい、最後はですね、さっきと変わってですね、アンドロイドに対して本当に思いやりを持って、人間に思いやりを、示して接するかのような、接し方をしている、描写が描かれていました。作品の中でもですね、それぞれアンドロイドに対する接し方ってちょっと違ってくるように、見えたんですけど、デイビッドさんはこの作品の中でこういったことをですね、どのような、意図思いで、こういったシーンを描きましたか。I thought that people would have ambiguous reactions to androids, to be honest. Some people would probably like them a lot and really feel empathy for them. And I thought that people would just see machines in them. And I wanted to really to represent these two types of relationships you can have with androids. And we have characters like Hank, for example, will go from hating androids to discovering them and ending up, you know, loving them. And I think that's a very interesting aspect of the game, is to show how diverse the relationships can be. But also I thought that society itself would be a little bit ambiguous, because there are always people who enjoy technology and benefit from it, but there are also people who suffer from technology because they lost their job, because, you know, there are different consequences on their daily lives that they may not like, but losing their job is a very important one. So also it's a matter of money. It's always the richest ones who benefit from technology, and the poorest ones who cannot really afford technology. So it's not a black and white thing. I think it's a very complex situation with individuals and with society in general. なるほど、ありがとうございます。ちょっと大沢さんに聞きたいんですけど、質問の中でまた多かった質問で、日本人は結構昔からロボットアニメですね、アトムとかドラえもんみたいな、ロボットアニメを、見て育っているので、割とそのロボットに対して友好的な感情を抱くんじゃないかなみたいな質問を、たくさんいただいてるんですけど、実際のところそんな感じなんですかね、どうでしょう。これはそのよくなんて言うんでしょうね、よく言われる話なんですけど、実はそこまでの根拠がないというふうには言われてます。ただそれは別になんか日本人が実はそんなにロボット好きじゃないとかじゃなくて、世界中みんな案外ロボット好きですっていうことはまず言っておきたいかなと思います。だからそこに関しては細かい違いは文化的な違いとかありますね。例えばいわゆる欧米人の方が口で表情を表す傾向が強いとか、日本人は目を見る傾向が強いとか、そうした文化的な違いというのはありますけれども、みんな人間なので人間は好きですっていうのは多分あると思います。ありがとうございます。ここまで皆さんにいろいろな意見聞いていきましたけど、やっぱり人間の感情としてですね、それぞれ捉え方というのはこうバラバラなのかなっていろんな考え方、いろんな捉え方あるかなと思います。さっきデイビッドさんがコナーについてお話ししていた時にですね、ここら辺の皆さんですかね、サムズアップしてらっしゃる方もいたぐらいですね、コナーに対して僕たちよりも深い愛情を持っている方もいらっしゃったりとかそうですしね、そういったところで個人としていろんな感情を抱いている抱くだろうっていうお話、さまざまなですね、感情が生まれるんじゃないかっていうお話だったんですけど、じゃあ次はですね、個人じゃなくて社会に高度な AI が実現したときに、私たちはの社会って一体どんな風になっていくんだろうかっていうですね、テーマでディスカッションをしていきたいというふうに思います。こちらですね、またデトロイトの作品の中では社会、高度な AI が登場したときに社会がどんな風になっていくのかっていう描写をですね、シーン用意しておりますので、映像をまず見ていただきたいと思います。映像お願いします。人間に使えるべき機械たちが俺たちに取って代わった。失業率は 35%、 大勢の国民が失業。
こに行くつもりだ？ん？面白い。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。逃げる気か？たっぷり痛めつけてやる。ほら、やっちまえ。やりな。はい、ということで、これもしかして三宅さんがさっきトラウマになっていた映像なんじゃないかなってい う, う、まあ、打ち合わせしてないけど出てきましたすいません、トラウマを掘り起こしてしまったみたいになってしまって申し訳ないです。こういうですね、反映している裏でですね、社会の中でテクノロジーに対して反感を抱いてデモもあって、テクノロジーの塊のアンドロイドにですね、当たるっていうシーンも描かれています。こういった中でですね、こちらの2つのシーン見ていくと、作中ではですね、テクノロジーがもたらす社会の光と影の部分が描かれているんじゃないかなというふうに思います。それもですね、影の部分というのはさっきからお話に上がっている仕事が AI が登場することによってなくなってしまうんじゃないかとか、そういったお話、局所的なお話に限らずですね、もっと大きな社会の分断であったりとか、もっと格差がですね広がってしまうんじゃないかといった、社会全体を巻き込むですね大きな問題として描かれているんじゃないかなというふうに思いました。デイビッドさん、どうでしょう、こちらのシーンを描くにあたって、そういったどういった意図を持って描かれましたか？ Honestly, working on this part of the game, I was a little bit unsure, to be honest with you.Because many people say that because of technology, human beings will lose their jobs and that unemployment will get much higher. And that's plausible. I mean, it's very difficult to know for sure. But when you look at the past, the previous revolution may be steam machines. And when the first steam machines arrived, people were saying exactly the same thing. They were saying, oh, but if steam machines do our job, then what will workers do?They will be unemployed. And you know what happened is actually not that. There was no higher unemployment. Machines took some jobs, but at the same time, new jobs were created. And human beings were working on different things. Is AI going to be exactly the same thing? No one can say for sure. Honestly, no one knows. What is sure is that machines are going to take some jobs.The question is, are we going to create new jobs in the future so unemployment will remain very, very low? Or, I mean, will we live in a society where human beings will work actually much less? And maybe instead of working 35 hours per week, maybe we will work 20 or 15 because there won't be enough work for everyone. Mm-hmm. But the impact of machines, AI, potentially robots or androids, is going to be very, very high and very important.